社会化とは、社会学の用語で、子供や、その社会の新規参入者が、その社会の文化、特に価値と規範を身につけることを指す。遺伝子により、先天的に獲得されたものではなく、学習により、後天的に獲得されるものである。文化とは、文学、美術、音楽などの精神的な活動のみならず、その社会が有する生活様式全般を指す。 社会化をされる側に対して、する側を社会化の担い手と呼ぶ。社会化の形成過程について、社会学や心理学の分野から多くの理論が提出されている。社会化の本質は、価値の内面化であり、自分が尊敬する誰かを模倣したいという点では共通している。社会的拘束理論を提唱し、社会化とは価値の習得だとする。社会化には、 社会化される人を強制する契機があり、モデルは社会化される人にとって尊敬の対象であると同時に社会の権威の代理であるとする。モデルすなわち社会化の担い手に社会化される自発的契機があるとする。社会化される人と社会化の担い手は必ずしも上下関係ではなく同等の個人による相互行為だと説く。デュル・ケームの理論をピアジェに繋いでいる。 学習者の人格内部での態度を重視する。行動様式に従う義務感がどの相互行為に起因するかを検討し、習慣が義務感をもたらすと結論した。母弁によれば、模倣だけでは義務感は発生しない。義務感を発生させるためには命令、禁止が必要である。ただし、命令者の権威は社会にはなく、むしろ命令者と禁止者の間の 感情的な依存関係が重要だとした。また、子供にとって究極の尊敬の対象は親であり、親に対する感情は愛と恐怖の両面を抱くとした。模倣が社会化の基礎であるとした上で、行動様式の習得には、モデルと学習者の同一化を要するとの立場を取る。発達の基礎となる同一化愛着を、同一化の基礎としたおしゃべり取り実験を行った。 まずは、記号学習と呼ばれる過程である。おしゃべり鳥に人間の言語を教える際、訓練者が上や乾きなどから保護してくれるとの信頼関係を構築する。訓練者が席を外すと鳥は不安になり、訓練者から教わった言語を発することで訓練者を想起し、不安を癒すという、防衛のための同一顔やによるしつけである。親との間には、 すでに愛着は成立しているから、発達の基礎となる同一化は素通りできる。子供は親なくして存在できないのであり、自己中心と親による保護を両立させるために、親と同一化し、親の価値観を受容する。また、子供は尊敬する人格が有する行動様式を望ましいとする。おおむね、ボベの学説を肯定しながらも、尊敬の対象が、 一方的である場合は、義務感しか発生させないのに対して、相互的である場合には、善となるとする。7から8歳では、一方的な尊敬しかできないが、11から12歳になると、遊戯集団において、命令者 A は、服従者 B に対し、仲間の連帯を重視し、同じ立場に立つことができるとする。マウラーは、この点を否定した。エミール・デュル・ケームは、 著書、社会学的方法の基準の中で、社会化が帯びている、規範性について述べている。ありがとうございます。